500m の小さな旅、前回は国見町のこちらのお豆腐屋さんがゴールでした。先ほどですね、お店の店主の方にこのまままっすぐ行って左折がおすすめっていうふうに聞いたので、今日はそのように旅を、進めていきたいと思います。行くぞなかなか暑いですね今日は。あ、こんにちは、猫ちゃんいや気持ちよさそう。あら、ちょっと近くに行っても大丈夫だったりしますか？本当に、うん、大丈夫かな。あ、ごめん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 ちょっとびっくりしちゃったね。ね、びっくりしたね。びっくりしたね。でも場所に変えて寝てる。こちらの猫は今野さんの飼い猫おたまちゃん、2歳のオス猫です。登下校する小学生の間でアイドル的な存在なんだそうです。かわいい。さあ少し慣れたところで近づいてみると、おたまちゃん、はい、あ、泣くの。おたまちゃん、はい、おたまちゃん気持ちいいね、癒される。私猫が大好きで、うちにも拾ってきた2歳の猫ちゃんがいるんですけど、もう可愛かったですね。あ、なんか商店さんがあるので、こんにちは、すみません突然、はい、福島テレビの500m の旅という番組なんですけどもはい、はい、ちょっとお邪魔してもよろしいでしょうか？どうぞどうぞ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。こちらはどんなものを、うん、あ、いわゆる雑貨屋さんということで、昔からの、ね、何でも屋さんだ。うわ懐かしいこれ、ね、こちらは創業およそ85年の大内屋。昭和の雰囲気を色濃く残す店内には、さまざまな生活用品が並ぶ、まさによろず屋さんです。昭和だね。たまにね、うちにしかない昔の、うん、それで喜ばれる場合もあるね。なんか珍しいっていうと何か今あったりしますか？昔の履けば売れ残りだすると大内さん、奥から何か持ってきてくれました、はい、なんだろう、昔の電球なんです、はい、ね、このパッケージね。こちらはただの電球ではありません。1910年に発明された引き線タングステン電球、日本では大正時代から昭和初期に使われていた電球で、先代が取り扱っていた商品だそうです。鑑定団出したら上じゃない文字がやっぱりレトロですもんねこういう風に光るんですよ。この線の細い線のところが光るとやってみる？やってみたいです何ですかこれは？これはね、打った時大丈夫かなって言ってね、うん、試して売るやつ。つくかな、はい、ないですね、ここだ、ここだ。原因はケーブルの断線。するとどうする？修理待ってる？待ちますよ、うん、全然待ちますよ。ここまで来たら電球がつくところを見ないで帰るわけにはいきません。大内さんに修理してもらいました。修理こんなちゃちゃちゃっとやっちゃうのすごいですよね。行きましたか緊張の瞬間。いいやつ、さっきからあー、手がついた、ついた、すごい治りましたね、治りましたね。これが注目の、注目の、はい、これですよ。素晴らしい、ね、なんかいい明かりだな、すごいんだこれ、昔の、うん、強い、いいね。これが引き線タングステン電球の輝きです。細く長く伸びたタングステンが熱を帯びて輝く様子は、ね、モダンな雰囲気を醸し出していました。味があるね、うん、LED とはちょっと違うね。皆さん下からこれ修理したけども、うんうんうん、来なければそのまま投げっぱなしで
これ売ってくださいなんて深まがんねな。そんなない非売品ですね。これ非売品です。ちょっとつけようないですよね、はい、残念ながらこちらの電球は非売品ということですので足からず。大内さん見せていただきありがとうございました。貴重でした。これは面白いもの見せてもらいました。多分この信号を左折っていう感じなんだと思うんですけど、ああ和菓子屋さん気になるので行ってみようかな。ちょっと声かけてみます。こんにちは。あ、失礼します。突然すみません、福島テレビのものなんですけれども、ちょっとだけカメラ入っても大丈夫ですか？失礼します。あ、こんにちは。すみません、突然。突然で、よろしくお願いします、はい、こちらは和菓子屋さんの、はいです、はい、こちらは昭和10年創業の松屋菓子店。ショーケースに並ぶ和菓子はすべて手作り。初代から受け継がれた自家製のあんこで作る上品な甘さの羊羹が名物のお店です。そうですね、ちょうどふかしたての茶まんじゅうがあるということで、はい、今日はね、出来たてのまんじゅうとあと人気の大福と、これがおすすめなんですね。そうですね、はい、すごい、本当にまだあったかいですね。ではいただきます。黒糖の味がすごいしっかりしてて、もう周りの皮もふわふわで、このあんこの素朴な甘さプラス黒糖のコクのある甘みもうマッチしてて、噛めば噛むほど美味しいですね。あんこがね、自分のところで作ってて、まあ、小豆がらやって、まあ、あの砂糖も質のいいやつ使ってますので、こだわってっていうか、あの前の代からこの質のいいの使えよっていうことで、あの教わってやってきたので、そういうふうに続けてます。続いていただくのは人気商品の豆大福。もちもち、ね、一口噛んだ瞬間に豆の香りがふわっと立ったので、うん、結構驚きました。美味しいです。ありがとうございます。でしっかりしたこう皮 と、ね、あと中のあんとお餅、はい、と、はい、すごいバランスが良くて。そうですか。こちらはあの餅なんで、まあ、次の日になっちゃうとね、硬くなっちゃったりもするんですけども、まあ、宇治ではもう毎朝作ってるっていう地なのですね、はい、ありがとうございます。今までにない美味しさでした。今だいたい300メートルぐらいまで来ました。いろいろ発見がありますね、細かく見ていると。あ、なんか上りが見えたんですけど、上りを発見しがちな私ですけど、手作り菓子専門店、ちょっと覗いてみたいと思います。失礼します。あ、こんにちは。今国見町の500メートルの旅っていう番組の取材してまして、ちょっと、あ、 OK でした。どうぞお入りください。お邪魔したのはパティスリーラ四駆。こちらでは今年でオープン10年目、常に10種類以上のケーキと季節のスイーツが並ぶ洋菓子のお店です。なんかその中でもこれがおすすめですっていう商品はありますか？一番有名というか知られていただあの知っていただいているのはやっぱり魔法のプリンですね。これ目当てに結構県外から来る方もいらっしゃるぐらいなので、はい、魔法のプリンってすごい名前ですね。どんな魔法にかけられちゃうんですか？いや、魔法にかかっていただくのが一番早いかなと思いますけど。はい、ということで私も魔法をかけてもらうことに。スポイトの中にソースがついていて、それをかけると味が変わるし食感も変わるようになってます。結構しっかりめのプリンなんだ。いただきます。
もうすっごく滑らかで舌触りがとってもよくて、で最初に食べた時にそのクリーミーな甘さがふわっと広がって、その後にカラメルのほろ苦さが来るので、なんか2段階で美味しいっていう、これがどう魔法にかけられるかですね。全部かけちゃおう。いただきます。こんな感じの色味。すごい、さっきはカラメルのほろ苦さが結構グッときたんですけど、ソースをかけたら全然そのほろ苦さがなくなって、さらにこのマイルドなクリーミーさが味わえるプリンに変わりました。プリンを囲んでなんか会話だったり自分で楽しむこう時間を作ってほしくってこの形にしたんですよ。一つのプリンをこう囲んだ時にどうやって食べるとかいつかけるとか会話が生まれるようなこうデザートを作りたくってこちらを作ったんです。なんか感動でした。魔法かかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、あと 70m ぐらいですね。そうこう言ってるうちに97、98、99、500。本日も 500m を歩き切りました。ということで、今回はこの旅が終了となります。今日もとってもたくさん素敵な出会いがあって、もう私もパワーをたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。